えぐいな、切れさが。ここマジ天国や。やばい。よっしゃ。おー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 。おろろろろ、でかでかでか。くわ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 。よっしゃ。はい、ありがとうございました、これです。はい。本日は、もうものすごい場所見つけました。おっていうのも何かと言いますと、この今、池みたいなのあるやん。うん。これって池じゃなくて、ちょっと、この流れた先にはめっちゃでかいダムがあんのよ。はいはいはい。ほんで、ダムの水がほんまはなんかもうこの木のところらへんまであんねん、普段は。はいはいはい、はい。めっちゃ急激に水が減って、うん、なんかため池みたいになってんのよ。はいはいはい。昨日その上からな、ドローンで偵察してて、はい。魚おらへんのかなって思ったら、ここ見てたら、まあまあ俺らが釣りたいブラックバスにおらなかったよ。うん。で、おらんなって思って、パッて奥見たら、あれ見てくれ。あそこにもあると。あそこにもあって。うん。ほんで、よう見たら、バスなんじゃねみたいな。おってよ。俺らが追い求めてるバスなんじゃね、しかも、サイズめっちゃでかくねみたいな。でかかって。うん、熱すぎやろ。バスおったな。バスおったな。やばいな。あの奥よ、あの奥。あの奥、ドローンで偵察できるのやばすぎやろ。すげえ。きれ。おぉ。ここは周りに人とかもらえんから、ドローン飛ばしてもいい場所や。あ、おぉ、来てる。マジマジマジ。来てる。あっつい閉じ込められてるぜ。マジで。あれダム減衰してめっちゃ閉じ込められてるぞ。やばい。だから要は普段ダムとかやったらさ、うん、人間にバレたらシューンって逃げていけるわけやん、うん、もう逃げられへんわけよ。あ、いや、もう咳止められてる。咳止められてるから。しかも釣り人も全然おらへんし、はい、ワンチャンオアシス。いや、もう勝ちよな。勝ちな可能性ある。で、今からあっち行って魚がいるのか、はい、俺らがそのドローンで見たやつらは本物なのか検証していこう。レッツゴー。本日もお願いします。どうも、カメラマンの岸川です。あちら見てください。ドローンなんですけども、今回飛ばさせていただいて、今回何するんでしたっけ。ブラックバス釣りです。で、よいしょー。えぐいな、切れさが。ここで魚釣れた、マジ激アツやから。ライフジャケットしてます。うわ、やべえやべえぞ、景色が。うわ、えぐ。さあさあ、どうだ雰囲気は。雰囲気えぐいね。で、パッと見魚見えへんな。なんかな、小魚意外とバリおるんよな。多分アユやろな。おおおおお、マスロマスロ。はっはっ、見えん、でかいでかいでかい。見えん、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 見えん。お、えぐい、えぐい。おるおる、あ、奥に、奥にもおる、奥にもおる。おい、すごい、回し事ない気も。おいおいおい、おい、やばい。すごい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 、やばい。朝一、朝一釣れんのかな。朝一はこういう虫っていうか浮くやつが釣れる言うてるから。え、どうなの、こいつら天才なんかな。わからへん。どこ行った今の、その、いや、ほー、岩の前、岩の前行きます。ありがとうございます。どう、あれ見に行ってるよな。あー、あ、プイってしたな。プイってしたな。こっちから見てみよう。はいはい。おるやん。これやばい。ドローンで見たらほんまもやんじゃん。ほんまもやん。ガシガシやな。俺ら2号以下まだギリわからんみたいな感じだったけど、3おった、少なくと。おう。あー、でもおらんくなるな。なんか追いかけに来るわけでもないよな。はい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 。これアユかな。アユやと思うわ。ジャパニーズやな。ジャパニーズゴッドポイントよこれ。やばい。こんなところで人生で一回釣りしてみたかった。ちょっと魚、アユが多いからアユっぽいやつ行こうか。これ魚釣りマンで YouTuber が作ったやつやけど、これめっちゃいいはずね。おー、いいね。いいやろ。なんか逃げまとうさ魚っぽいな。せやな、もうおるならあっちよな。あー、見えへんからな。あー、あれバスか。いや、あれ2号いか。2号いめっちゃおるな、なんか。あ、でも先頭におるのバスやな。嘘、ちょがってきてるな。ほんまや。ほらほら、これバスや、バスバスバスやな。岩の下に隠れんねや。隠れてるな。なんか浮かして釣るとかじゃないな。こっちが合わせに行かなあかんぽいな。かよ。おー、ちゃんと釣り動画って感じやな。や、珍しく面白すぎひんかこれ今日。さあ次はこちら、ミミズ。ミミズ結構ありやと思うな。なんか魚めちゃくちゃおりすぎて、まあ、あの偽物ってすぐバレるから。さあ火登ってきたからな、こっから魚たちがどう動き変わるか一旦投げよう。なんかね、意外とここにおると思うねんな、この岩の下とかさ。なるほど。えぐれてるところよう隠れてるかな。わかる、この魚の量やばいわ。やばいよな、おんねんなこんなに。にごい系 YouTuber やったらもうぶち上がってるよ。ほんまに間違いない。あ、当たった？いや、当たった。今食ってきた。え？何やろ今の。魚が当たったんか。いや、食ってる食ってる。よっしゃ！いや、食ってる食ってる。よっしゃ！食った食った食った。マジ？でかいでかいでかい。おい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 。めっちゃでかい。バスや、バスや、バスや、バスや。えぐい！あ、外れた。えぐい！あ、外れた。うわ！
カボカボカ。もう須藤やん。もう一回見ろ。お、痛い。おる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 。痛くて。よっしゃ。痛い。おる。痛くて。よっしゃ。完全に食った。お前全然や。よっしゃ。熱い。パスで。来い。うわあ。マジか。やばい。え、釣れんのここのやつ。で、こっち行け。よし。よっしゃやばい。でっか。やば、50ぐらいあるな、これ。あるあー、やばい。熱い。天国やん。ここマジ天国やん。やばい。やっぱこれ結局ダムに減ってもさ、こんなんが溜まってんねんって。やばいって。えぐっ。考えて普通にこんなんおんねんで。ダムの上、この池みたいなところに。うわ。やば。ありがとう。また会おう。完璧やったな。やばいな。食い直しって何？よし、一回かけてやもんな。ああ、マジ天国やこれ。ちょっと目標3匹やな。いや、せやな。まず見えたんがそれやったから。そう。目標全滅。ああ、言い方。切るから俺。言い方。死ぬわけじゃないし。かーよー。同じのでやってても面白くないっしょ。さあ、どんどん狙っていくよ。次はなんかミノー。なんかまあようわからん。ルアーや、とにかく。これめっちゃ動きいいはず。魚が土地狂った動き。な、ああいい。おーおいおい。まあまあ似てるサイズやし、ああいうと。で、なんか急に暴れてるブラックバスもなんか反応してくれるんじゃないかと。レッツゴー。普段俺らエンタメ系 YouTuber としてさ、まあいろんなアホみたいなルアーばっか投げてるやん。投げてるね。今回だけはガチの釣り。今回だけちょっとほんまにガチにやりたい。普段こんなあんま真面目に釣りせんもん。今日多分今日動画初めて見てくれた人いっぱいおると思うんやけど、まあ思ってるチャンネルではないと思う。俺のチャンネルを通じてそのバス釣り業界とかさ、まあプロが実際おるわけやん。上にな。そう、みんなさ、釣りにプロっておんのってそれすら知らんはずやからさ。あ、思う。バス釣りの楽しさプラスそういうバス釣り業界のこととかをめっちゃ知ってほしいね。面白いから。あかんなー。一匹釣ったらやっぱ周りも気づいたか。こんな水きれかったらちょっとわかるか。さあ、裏から攻めていこう。ちょっとバス見えへんくなったな。命預けるよ。ほっ。さあ、こっからまた別角度でバス見えへんかな。うぐいはめっちゃおるな、ここやっぱ相変わらず。ほんで、アユもなんか溜まってんねんな。バスが。あ、あれバスや。岩の左側のもの、あれバスやな。え、上泳いでるの？ここ、画角見てほら。あ、ゆきれ、ひぐれ。ここ。はい。狙いません。狙え！いいツッコミやな今日。なんかどんなボケでも対処してくれてるわ。当たり前、いつでも騒いでろ。ツッコミや。え、どこにやねん。すごい。ここやん。え、ショクロここやん。はい、わかった。準備中やね今。まあ、準備中やね。小池フルキャスターで釣れるんちゃう、これ。釣りしてない人マジ釣れへんと思ってるやろうけど、これ釣れんねん。びっくりして、みんなここのここ、ほら。ちょっと見えへんけど、打つわ。あ、絶対見た方がいい。こっち来て。あ、OK、見えた。さっきのやつじゃん、これ。違うかな。違う、絶対違う。サイズが違う。いきます。ちょっとブラックバスター、鼻白いね。お、え？おー、惜しい。お前やんけ。あそこ、あ、過ぎていって。うん、過ぎていったな。あれか。お、どうや。おったら食うやん。もうめっちゃ太いバスあった。でっか。真っ黒いバスや。岩陰行ってる、そのまま。うん、そのまま岩陰入った。エントリー車、エントリー車入った。でかかった。今の違うな、他と。小池17ミリや。ああ、なるほど。これのちっちゃいバージョンに重りつけてちょんちょん沈ませる。ってことは、さっきトレに食ってきたやつと今見えた黒いやつでコンプリートできるぞ、お前。ほんまやな。多分それでマックスよな。マックス。適当投げ。どっかにはおるはず。
見えてるやつが、ああ、ついてきた、ついてきた、ついてきた。これバス、これバス、これバスよ。見てるか？今どこや、小池純奈。ああ、おるおるおる。見てそう、ショウグロ。見てるな、わかるわかる。来た来た来た。ここやで。おおおおおおし。なんでや。すぎる。今のやばいわ。めちゃくちゃおもろい。ブワーン来たな。おこれ多分まだ釣ってないバスやな。うん。でも完全に餌食いそうやな。最高のシーンやか。流れが強くても沈む。しかもワームで。ちょっと成功しようかな。大丈夫。俺らの視聴者優しいから、あんまお前言われたことないやん、セコ釣りって。でもこの間、高3の子に、あんま釣りは上手くないっすよねって言われたけどな。あった視聴者に。セコ釣り行きまーす。ってことで、これはさっき一匹目釣れたやつのちっちゃいバージョンですね。ほんまミミズなんやな、水中の元気な。まあ、俺は食うっしょ。このちっちゃいやつは。やっぱ動画的にちょっといろんなんで釣りたい気持ちはあったけど。いろんなルアーで幅広くうまいやつみたいな感じでやりたかったけど。今日の当たりがこれ臭いな。しゃあないしゃあないしゃあない。やっぱお前はミミズ系 YouTuber やな。最悪やんけ、お前。一番いらん称号やわ。この竿がチューンってなったで。おった。おお、びっくりした。おった？うん。あ、いた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 。おー、行ってるよ。くくくくくくく。うわ、うわ、ちょっと食ったな、今。うわ一瞬食ったな。オッケーオッケー、やばミミズやん。アクションし続ければ食うや。見てるな、ちゃんと。あ、一匹出てきてるな。左行ってたら神やけど。左行ってます。あ、ほんまやな、ほんまやな、最高やな。あ、行ったんちゃう、行ったんちゃう。なんか見てるな。なんかもうパスフワーって下行った。あ、見に行った説あるな。奥の岸川の左行ってる。でも何も食ってないわ。2匹おる。いた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 、クワ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 、よっしゃクワ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 ク、よっしゃクワ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 ク、よっしゃクワクワク、よっしゃよっしゃよっしゃ、食った食った食った、天才や天才や、ナイス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 、でかい、めっちゃでかいめっちゃでかい、うわすごい、めっちゃ追いかけてくれてきた。強いな、これ強いな、これ強い、めっちゃ強い。こっちこっち行ってくれ、こっち行ってくれ、こっち行ってくれ、そのまま、そう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 、オッケー、上がったな上がったな上がったな。よっしゃ2匹目いったー。やっぱお前狙い通りやな。やっぱミミズなんや。はい、対抗のいいやつ2本目。よっしゃ完璧だな。残りは1匹。よし、 Thank you so much! ハバグテー。すごいな、お前今日スパテラでしか釣ってない。あ、それは言わんといて。あ、ごめん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 。あ、なんかスパテラってほんまセコ釣りのイメージ強すぎて釣りしない人からすると関係ないな。ラスト1匹釣るでってことで、今さっきちょん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 でバクン食ったから、この魚系、これを小魚がちょっと逃げてるみたいな感じ。キラキラ、おーすごい魚感。これ強いやろ絶対。あ、もうシカゴにおる魚とそっくりやん。そっくりやろ。ということでいけ、ラスト1匹や、行くぞ。いや、いい動き、マジいい動きで、この GoPro とか一眼で見る景色すごすぎひんがこれ。特にそっちの GoPro のやつかな。うん、ほんまに画角がやばい。はい、神。いや、すごいな。夕方のセミの声を聞き夏を思う。やめちまえよ、一緒言うな。最近ちょっとそういう、あの、好きやねん。そうなん。うん、今日この1日通してどういう防止事項できてきました、うん、あ、もう出てる出てる。おー、はい、カメラ目線だな。あ、こっち向いてて、空。あ、いえいえ。あー、いつぞやの思い出、いつも鼻いけり。何言うてんのお前。誰も理解できてないって。最初からわからなかったわ。うわ、鮎の量もなんか団体様になっていってる、だんだん。あ、おる。でかい。おる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 、でかいでかい。あれと、これ釣ってない、これ釣ってない。こんな色切ってない。よ、振りか、U ターンしたな。これ沈めて。お、出てきた、ショクロ出てきた。マジか、でかいな。くるろ、ほんまにブラックバスやで、これが。あ、岩陰や、先読みな、ショクロの。おヒット。おーし、うわ、惜しい、おーし、うわ、惜しい、惜しい。一瞬反応したな。あーた、ほんま。あ、デヴィ夫人。あ、おるな、おるな、あの岩の下に。見てるな、見てるな。おー、黒いバスおるわ。かかかかか、これやろ、これラスやろ、俺。行け。違うな。変えようか。ラスイチは決めるか、こいつで。
多分そこの方に隠れてるはず。レッツゴー。おー、おったおったら、潜ってた潜ってた。おー、来る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 。あいつか、あいつっぽいな。俺反対側回るわ。オッケーオッケー。さあ、ショウクロウだけ裏に行ったか。どう見える？いや、ねえいや、この岩の裏やもんな、相場。うん、いやもう6時過ぎたな、ラス1やな、ほんまに。やっぱ少ないから狙うの難しいな。よし、小池17ミリ行こう。これでリベンジしたんやけど。岩のバスってこんなむずいん？まあ、ここの奴らがちょっとプレッシャーがあるやろな、もう俺らがやりすぎて。だってもう1匹しか見えひんくなったやん。いや、せやな。多分釣られた2匹。あの、奥ら辺で多分病んでるやろ。うん、病んでる病んでる。ずっと反省会やで、今。お前何食った、うん、ミミズや。俺もや。無理やんな、あれは。オチどこにあんねん。どうすればいいや、これ。いや、今何時？6時45分。おい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 。たまにはさ、うん、ドキュメンタリーらしく普通に終わらへん。はいはい、ありがとうございました。めっちゃおもろかったけど難しかったな、最後は。また来ようよ。